はい、望月凛です。今回は心理学者であるリチャード・カールソンさんの書かれた全米500万部突破の大ベストセラー、小さいことにくよくよするなを解説していきます。この本は一言で言うと、小さなことでくよくよしない方法を教えてくれる本だ。小さいことでくよくよしないか。ほう、生きていれば自分の才能のなさに絶望したり、他人に否定されたり、イライラしてネットで誰かを攻撃したり、大切な人間関係が壊れてしまったり、仕事や株で失敗したりして、くよくよと悩む時もあるだろう。そうですね。実際に今 SNS とかがあるから、自分よりゲームが上手い人、自分よりイケメン、自分よりお金持ちの人とか、すごい人ばっかり見て自分の才能のなさにがっかりすることが多いですね。いかに自分がちっぽけな存在かが分かってくよくよします。ふむ、お前のような人は少なくないだろうな。だが、そんな悩みを解決に導くのがこの本の役割だ。本当かな。任せろ。今日の授業を受ければ、そんな小さいことにくよくよしない方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、完璧を目指さずに今に満足するだな。人生においてもっともっとと常に今よりもいいものを求めてばかりいると、人生は間違いなく辛いものになっていくと、この本に書かれている。今よりいいものを求めるか。でも上を目指すのは向上心があっていいことだと思うんですけどね。もちろん上を目指すのはとてもいいことだぞ。ん？だが、上を目指しながらも現在に満足することが重要なんだ。現在に満足するか。ああ、今の自分はダメで、もっとこうじゃないといけないと思い込んでいる人があまりにも多すぎると言っているのだ。なるほど、確かにそれはありますね。ふむ、実際に自分のダメなところや足りていない部分を見ていると、不満が募り、どんどん辛くなり、家から外に出るのも億劫になるほど落ち込んでいってしまう。確かに今の自分じゃダメで、もっと出世したりかっこよくなったりしたら幸せになれるのにって思ってますね。ふむ、そうやって多くの人は、今抱えている問題が解決したらきっと幸せになれるはずだと信じて、今幸せになるのを延期し続けるのだ。幸せの延期か。はあ、そしてほとんどの場合はそれを死ぬまで無限に繰り返す。しかし実際はどうだろうか。今抱えている問題を解決しても、また新しい不満が生まれる。そしてまた新しい不満が生まれる。今に不満を持っている人は、出世しても今よりもいい部屋に引っ越しても結婚しても、また新しい不満を持つのだ。なるほど。だから現在にささやかな幸せを感じない人は、一生幸せになれないってことなんだな。そういうことか。確かに月4万円のボロボロのマンションに住んでいたり、夕飯がカップラーメンでも幸せそうに生きている人っていますもんね。ふむ、そういうことだ。中国の思想家老子はこう言った。樽を知る者は富むと。樽を知る？そうだ。つまり何事に対しても満足するという意識を持つことで、精神的に豊かになり、幸せな気持ちで生きていけるよということだ。ほう、老子さんいいこと言うな。実際に病気になったり老いたりして、行きたい場所に行けなくなったり不健康になったりすると、いかに今までの日常が幸せだったかを思い知ることってないか？ああ、ありますね。風邪とか引くと、もう健康なだけで幸せだって思いますよ。ふむ、それだ。実はこの何気ない日常の中に、ささやかな幸せがたくさんあるのだ。余命が少ないがん患者は、普通に戻りたいと強く思うそうだ。普通か。そうだ、普通に目が見えること、普通に行きたい場所に行けること、普通に友達と食事に行けること、それができなくなった時に、どれほどその普通が輝かしいものだったかがわかるんだな。まとめだが、今よりももっといい自分になるように向上心を持って努力するのはもちろんいいことだ。だがそれと同時に、今の幸せにも目を向けてみることだ。もし今いる場所で幸せになれないのなら、きっとどこへ行っても幸せにはなれないぞ。だから幸せになるのは今しかない。向上心を持って何かに挑戦しつつ、今は今で幸せだと思えることが大事なんだな。幸せってシンプルなんですね。うむ。次は、今ここに集中するだな。人がくよくよしている時というのは、大体過去や未来のことを考えていることが多い。過去や未来か。
か、特に未来だな。なぜなら未来がどうなっているのかなんて誰にもわからないだろう。だからさらに税金が上がりそうだなとか、自分はずっと独身かもしれないなとか、仕事がなくなっているかもしれないと、決まってもいない未来の不安を感じて、いくらでもくよくよと考えて今を消費してしまうのだ。なるほど。そして次々に新しく悪いことが頭に浮かんできて動けなくなってしまう。はい。だから未来のことでくよくよと悩みたくなければ、今日のことだけを考えることだ。今日か。そうだ。さっき今幸せになれないと永遠に幸せになれないと言ったが、それと同じで、とりあえず今日を充実させることだけを考えるんだ。明日映画を見に行こう。今日行け。マジか。今日できることは今すぐやるべきだ。そうすれば悩まずに済む。明日ではなく今日だけを充実させるために一生懸命になるのだ。そんな一生懸命な今日が未来を作る。漫画家である福本伸之先生の書かれた怪事という作品の中にはこんな名言が出てくる。今日を頑張った者、今日を頑張り始めた者にのみ明日が来る。かっけー。今日を頑張らなかった者に来るのは今日の延長でしかない。だから明日以降のことは考えなくていいのだ。今日だけを充実させるために行動するべきなんだ。次は、人生は不公平が当たり前だな。人生は不公平だというこの当たり前のことを私たちはついつい忘れてしまう。確かに。でもやっぱり不公平なのは腹が立ちますよ。イケメンの人が可愛いねって言うと女の子は顔をあからめるんですよ。僕が可愛いねって女の子に言うと女の子は顔が青ざめるんですよ。笑い事じゃないですよ。同じセリフを言ってもイケメンは許されるけど、ブサイクな人が言うと気持ち悪がられるんですよ。だから僕は何も言えなくなるんです。笑えるな、それ。せめて平等に接してくれよって思いますよ。容姿に恵まれたモデルや俳優が羨ましいですよ。なんて不公平なんだって思います。ふむ、いいか。人生は公平であるべきだという思い違いにはまると、くよくよ悩み始めたり、人と傷を舐め合って愚痴を言い合ったり、自分や他人を憐れむようになる。まあそれはわかる気がします。自分がいかについていないかを嘆いても気分がさらに落ち込むだけだ。はい。だからまずは、人は不公平だという事実を真正面から受け止めて、なんとか今自分の持っているものを最大限に生かそうと挑戦してみることだ。自分の今持っているものを生かすか。ああそうだ。辻井伸行さんは盲目の天才ピアニストだ。彼は生まれた時から目が見えないというハンデを背負っているが、自分のやれることを精一杯やってあがいている。その結果、多くの人を感動させる天才的なピアニストになった。さっきも言ったが、いかに自分がかわいそうかを哀れんでも落ち込むだけだ。何の役にも立たない。だから不公平を飲み込んで、今自分が持っているもので少しずつ自分に挑戦していくのだ。そうじゃないと永遠に自分の不公平さをくよくよ悩む人間になってしまうのだ。わかりました。次は、すべてのものはいつか壊れるだな。これは人生のすべてに始まりがあって終わりがあるという事実を受け入れようぜって話だ。始まりと終わり？そうだ。木は種から芽を出し、やがて土に帰る。どんな車もパソコンも服も生産されて使い古されて、やがてゴミになる。お店も YouTuber も芸人さんもアイドルも少し活躍してやがて終わる。私たちも生まれて少しだけ生きてやがて死ぬ。全ては時間の問題だ。そうですね。これを仏教では諸行無常という。諸行無常か、聞いたことあるぞ。ふむ、説明しよう。諸行無常とは、この世のものは全て常に変化していて、とどまるものは一つもないということだ。これは仏教の根本的な考え方だ。へえ。だが私たちは物事は常に続くと考えてしまいがちだ。確かにそうですね。常に健康で、恋人との関係も良好で、親もずっと生きて、会社も永遠に続くんじゃないかと思ってます。ああそれだ。それが苦しいのだ。なるほど。健康が常にある、愛情が常にあると考えると、それが壊れた時に苦しみを生む。だが最初に言ったように、生まれてなんやかんやあって、そして全ては必ずいつか終わるという事実を覚えておけば、
ダメになってしまった時に驚いたり、必要以上にショックを受けずに済む。なるほど。お前、好きな VTuber はいるか？はい、いますよ。その人も必ずいつか辞める。だって VTuber で演じている年齢と自分の実年齢の差がどんどん乖離していくし、趣味思考も変わっていくからな。もちろんファンの趣味思考も変化する。今この瞬間も1秒ずつ変わっていく。もちろんこのチャンネルもいつか終わる。悲しいな。悲しくないぞ。それは生まれたら死ぬように当たり前のことだ。だから物が壊れたり、友達との関係が終わったり、好きなお店が潰れてもそこまで動揺する必要はないよって話だ。なるほど。全てのものはいつか壊れることを心に留めておけば、もしそうなった時もギョッとする代わりに、今までの楽しい時間を共有できたことに感謝できるようになるだろう。今まで楽しい時間をありがとうってな。おお、仏教っていいですね。そうだな。次は人のせいにするのをやめるだな。何かが期待通りにいかない時に、ついつい誰かのせいにしてしまうことってないか？ありますね。探し物が見つからないのは誰かがどこかに置いたせい、車の調子が悪いのは修理屋のせい、仕事が遅れているのは周りがきちんと仕事をしないせい。あげればキリがないですよ。ふむ、相変わらず煩悩の塊だな、お前は。はい。人のせいにする習慣に染まると、自分の怒りや欲求不満、落ち込みやストレス、不幸が全て人のせいだと思えるようになる。そうやって全て他人の行動に左右されていると考えるようになると、どんどん無気力になっていってしまうのだ。なるほど。でも実際に人のせいってこともありませんか？まあ、あるかもな。ですよね。コンビニの店員がものすごく失礼な接客だと腹が立つんですよね。でもそこを選んだのは自分だろ。まあそうですけど。だったらそのコンビニに行かなきゃいい。家が散らかっていたら自分で掃除をしてみることだ。他人のせいにするとき、人は行動せずにただ口から文句を言っていることが多い。言われてみれば。自分のせいにすると、そのエネルギーを文句ではなく行動に使うことができる。そうすると少しずつ人生は自分で変えられると思えるようになって、くよくよ悩む時間が減っていくんだ。なるほどな。確かに人のせいにする人は文句ばっかり言ってますもんね。そういうことだ。だからとにかく人のせいにするのをやめて、自分のせいにして行動することで、自分の人生のオールを自分で握る必要があるってことだ。次は早起きをして自分の時間を作るだな。早起きか。ああ、これはシンプルゆえにとても効果がある方法だ。ほとんどの人は朝起きて大慌てでコーヒーを飲み、そして家から飛び出して一日中慌ただしく仕事をして、クタクタになって家に帰ってきて食事をとって寝るを繰り返している。そのため平日はなかなか自分の時間が取れないという人もいるだろう。まあみんな忙しいですからね。家族がいると特に。ふむ、だが人間は面白いことに、どれだけ忙しくても毎日自分の時間を取らないと不満を感じる生き物なんだ。へえ、自分の時間がないだけで？そうだ。ついつい夜更かしをして動画やブログ、ゲームをしてしまうのは、自分の時間が取れずに一日に満足できていないからだ。なるほど、よくやってしまいます。本当に一日に満足できていたらすっきりと眠れますもんね。そういうことだ。つまりどれだけ忙しくても自分の時間だけはしっかりと確保する必要がある。はい。そこで夜更かしをして体調を悪くするのではなく、早起きをして朝に自分の時間をたっぷりと取るのがいい。やっぱり早起きですね。ふむ、みんながまだ寝ている時間に誰にも邪魔されずに自分の時間を取ってやりたいことをやる。ゆったりとコーヒーでも飲んで、ゲームや読書、見たい番組を見たり、料理を作ってもいい。自分の時間を十分に取った後に会社に行けば、すでに自分の時間は取れているため、自分の人生が奪われているような感覚もない。早く家に帰ってモンスターハンターがしたいのにとくよくよすることも減るということだ。なるほど。早起きするだけで一日が長くなった気がしますし、気持ちもすっきりしますもんね。ああ、実際に早起きの習慣を身につけたことが人生の重大な転機になった人は多い。あーだこーだ悩む前にまず早起きをしてしまうのが、くよくよ悩まない近道であることは間違いないだろう。次は期待を捨てるだな。期
待していた映画を見てがっかりしたことってないか？ああ、ありますね。スターウォーズの新作とか期待してみるとつまらなくてがっかりするんですよね。昔は面白かったのにな。うむ、ゲームもそうだし、食事もそう。人に関しても同じだが、最高を期待すれば必ずそこには、なんだこんなもんかよ、こんなはずじゃなかった、使えねえという失望が生まれるのだ。期待か。ああそうだ、そもそも人生っていうやつはなかなか私たちの期待通りにはいかないものだ。株みたいに上がったり下がったりする。まあそれはわかるんですけど、どうしても期待しちゃうんですよね。ふむ、期待する代わりに最悪を想定する練習をするといいだろう。最悪を想定？そうだ、例えば映画を見ていて退屈しすぎて寝てしまったことは？ああ、2回くらいありますね。よし、それを最悪の映画としよう。はい。それと比べたら、一度も寝ることなく最初から最後まで集中して見続けられる映画なだけで、思っていたより面白かったと満足できるようになるはずだ。なるほど。小さなことにも喜びを感じられる。最悪のデートを想定すれば、普通のデートにも満足できるようになる。確かにそうですね。全てそうだぞ。キャンプも登山も仕事も映画も他人も人生も期待しすぎると、小さいことが気になって楽しめなくなるんだよ。それよりも最悪を想定していれば、普通でも思っていたよりも面白かった、美味しかった、楽しかったと思えるようになるのだ。なるほど。そして小さなことを喜べなくなったら、人生の喜びは非常に少ないものになっていくだろう。目の前の小さなことを楽しむためにも、期待せずに最悪を想定して人生を受け入れてみることだ。次は植物を可愛がるだな。植物？ああ、植物なんて可愛がって何の効果があるんだと思う人もいるだろう。そうですよ、ただの植物ですよ。だが心の充足に欠かせないことの一つに、無償の愛を学ぶことが大事だとこの本には書かれている。愛？そうだ、実際愛情にあふれている人はくよくよしづらいからな。でもそれだったら恋人や家族を作るのが一番じゃないんですか？もちろんそれもいいんだが、この独身大国日本で全員がパートナーを見つけるっていうのはなかなか難しい話だ。確かに。それに人は人を条件付きで愛することが多い。お金があるから好き、顔がいいから好き、スタイルがいいから好き、仕事を真面目にしているから好きって感じだな。そのためお金がなくなったり、仕事を辞めたり、顔が老けると好きじゃなくなったりする。なるほど。じゃあペットは？ペットは手間がかかるし、毎日ワンワン吠えるし、毛が抜けるし、うんちだってする。それでも愛せるのならペットもいいだろう。だが今日からできて一番いいのが植物だ。植物ならうんちもしないし、愚痴も言わない、おまけに吠えない。無条件で愛情を注ぐことができるとこの本には書かれている。なるほど。それで思い出したんですけど、映画のレオンも植物を育ててましたね。ふむ、そうだ、よく気づいたな。はい。植物は愛でるのにとてもいい対象だ。愛情を注ぐ対象を持てばくよくよ悩むことも減るだろう。そこで室内でも室外でもいいから、植物を一つ選び、毎日それを眺めるんだ。そしてその植物に水をあげて、自分の子供のように育ててみることだ。わかりました。もし今何も愛情を注げるものを持っていないのなら、とりあえず植物を育ててみることだな。次は自分の内なる声を聞くだな。感情は私たちの人生をナビゲートする羅針盤みたいなものだとこの本に書かれている。感情が羅針盤？そう。だから辛かったり不愉快だったり、怒りや憤り、落ち込み、ストレスを感じている時は、まさに自分の本来生きたいと思っている人生から大きく外れて、羅針盤がぐるぐると乱れている状態なんだな。なるほど。逆にやっていて楽しかったりワクワクしたりする時は、自分の本来生きたいと思っている人生に近づいているということだ。例えば同じ職場や仕事でも、楽しそうに働いている人もいれば、きつそうにしている人もいるだろう。ああ、そういえば前にすごくきつい職場で働いたことがあるんですけど、きつい環境でも楽しそうに働いている人がいて、そういう人はぐんぐん出世していきましたね。うむ、同じことを体験していても何をどう感じるのかは人それぞれだからな。
私は野球をやっても別にワクワクしないんだが、逆に野球をやっているとワクワクする人もいる。そうですね。一方ゲームをしていてワクワクする人もいれば、逆にゲームをしていると怠けているみたいで自己嫌悪に陥ってしまう人もいる。はい。文章を書くのが好きな人もいれば、椅子に10分も座っていられない人もいる。このように私たちが何をどう感じるのかは人それぞれだ。大事なのは自分が何を不快に感じて何にワクワクするのかを知り、その直感に従ってみることだ。直感に従うか。ああ、直感を無視して不快なことに耐え続けても、結果的に病気をしたり体やメンタルを壊したり、くよくよ悩んだり、頑張ったのにもかかわらず全く結果の出ない辛い人生になりがちだ。なるほどな。だから直感に従う勇気を持つことだ。具体的には、なんか変だな、違う、ここではないと不愉快に感じたら行動を変える。逆に、かっこいい、俺もこうなりたい、ワクワクすると感じたら直感に従って行動してみることだ。最後は、相手の話を最後まで聞く、だな。人間関係でくよくよ悩まないためには、とにかく相手の話に耳を傾けることが大事になってくる。話を聞くか。ああ、誰だって自分が話している途中で、いやとか、そうかとか言って話を遮られると腹が立つものだろう。そうですね。たまに会話をしていても全然こっちに喋らせてくれない人がいると悶々としますよ。ふむ、そういう人ともう一度会いたいと思うか。思わないですね。ふむ、会話はキャッチボールだからな。相手がまだ話をしているのを遮って自分の話ばかりするのは、相手のボールを奪ってリフティングし始めるようなものだ。確かに。もちろん相手は退屈で不快になり、こっちの話も聞く気がなくなる。これがきっかけで人間関係にひびが入ることも少なくない。人は自分の話に耳を傾けてくれない人の意見に耳を傾けることはないからな。そうですよね。だから相手の話を最後まで聞くことだ。ついつい相手の話を遮って喋る癖がついている人は、まずそれを自覚して直した方がいいだろう。まとめだな。くよくよしないためには完璧を目指さない。現在のささやかな幸せを感じない人は一生幸せになれない。明日ではなく今日を充実させる。不公平を受け入れる。諸行無常、すべてのものはいつかは壊れると受け入れる。人のせいにするのをやめる。早起きをして自分の時間を作る。期待すると失望が生まれる。最悪を想定していれば普通でも満足できる。植物を可愛がる。自分の内なる声を聞く。相手の話を最後まで聞く、だな。大ボリュームでしたね。ふむ、どれが一番心に響いた？全部いいんですけど、明日ではなく今日を充実させるっていうのは心に響きましたね。ふむ、よく言う話だが、小さいことでくよくよと悩むのは行動していない証拠だ。みんなちょっと人生に対して真面目すぎるんだと思うぞ。真面目？はあ、1年前の悩みなんて覚えていないだろう。そうですね。今悩んでいることなんてそんなもんだってことだよ。1年後に覚えていないような小さいことでくよくよしているんだ。だからもう少し力を抜いて行動してみればいい。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。